国鉄多二23,800経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式はラテックス専用の35トン石タンク車として1972年から1991年にかけて12ロット34両が日本車両製造、 富士重工業の2社で製作された。このうち3両は、1989年に、多機24,400型から富士重工業にて、改造の上本形式に編入された。系列的には、多岐3万5,000型からの派生者4両、多岐3万8,000型からの派生者27両、多岐2万4,400型からの改造者の3つに、大別劇、さらに35系。 38系は、夫二つに分けられる。落成時の所有者は、住友の大型区、日本石油輸送、日本陸運産業の三社であり、その各々のの主な常備駅は、三重県の南四日市駅、予算線の新浜駅、福島県の郡山駅、鹿島臨海鉄道鹿島臨港線の上須駅である。百七十三年十一月六日に、住友所有者三両が、 日本石油輸送へ名義変更された。1979年10月より化成品分類番号が制定されたが、本形式の専用種別であるラテックスは無害、不燃性の物質であるため、化成品分類番号は表記されなかった。タンク体材質はステンレス構成であり、同じくステンレス構成の外反を装備している。二役方式は、 タンク上部の液入管からの上入れ、都市管を用いた下出し方式である。全長は 12,430mm、全幅は 2,720mm、全高は 3,845mm、台車中心間距離は 8,250mm、事業席は37.2立方メートル、地上は17.8トン、換算量数は、積車5.5、空車1.8である。 1987年4月の国鉄分割民営化時には19両の車席が JR 貨物に継承されたが2001年度から廃車が始まり2008年度に最後まで在籍した7両が廃車となり同時に形式消滅となった各年度による製造会社と両数所有者は次の通りであるありがとうございます